ごきげんよう。私、81プロデュースの土田玲陽と申す者であります。さあ、この度はですね、この、81プロデュース公式の YouTube チャンネルということでですね、私ゲストで出させていただいております。じゃあ何やるのって話じゃないですか。今回はですね、覚えてますでしょうか皆さん。どうも、 MC の畑野渡です。はい、小川葵です。81プロデュースの公式 YouTube チャンネルを広めていこうじゃないかという番組です、はい、土田玲陽くんですか。そうです。あ、どうもお疲れ様です、畑野です。81プロデュースの公式 YouTube チャンネル、これからもぜひね、たくさんの方に見ていただくために、何かこう、はい、こんな企画やったらどうだっていうアイデアをですね、もらえませんか。犬と戯れたいです。犬と戯れる、何それ、やってくれんの。え、全然やりますよ。おー、素晴らしい。全然ノーギャラでやりますよ。ノーギャラ、一番偉いマネージャーがガッツポーズしてるっていうね。立ち上がってガッツポーズ。私、何をやりたいかっていう企画の時にですね、犬と戯れたいって言ったんですよ。そしたら、まさかそれが現実。まだ出番じゃないの、待ってて、ダメだよ、ダメなんだって、まだ出番じゃない。そうなんですよ、犬と戯れたいと言ったらですね、まさかそれが実現することになりまして、で、そして今日ですね、その仕事があったんですけど、その現場になんとサプライズでワンちゃんが来てくれまして、その時の映像がこちらになります。あー、ごめんよ、ごめんよ、びっくりさせちゃったね。あれ、いなくなっちゃった。おいでよ。やばい、犬見知りされてる。かわいいね。やばい、怖がられちゃってる。最初の方はもう全然懐いてくれなくて、というか今も懐いてくれてないんですけど、いや、もうほんとにかくかわいいんですよ。これからかわいいね、かわいい、今主と遊んでるみたいです。まあ、今回この企画をやらせていただけるということで、やりたいことなんかあるって言われたんで、そうですね、やっぱり一緒に遊びたいですね。ただ遊ぶって言っても何がしたいのか漠然としてるんですけど、遊んでるね、かわいいね、かわいいね、もう後で遊ぼうね。実は言うと、眠いっていうのもあって、ちょうどお昼時が終わった時間帯なので、ちょっと眠くなってきちゃって、だからそうですね、できたら一緒に寝たいなとかも思ったりもしてるんですけどね。まあ他にもやっていくうちにどんどんやりたいことが出てくると思うので、そういうのがどんどん動画に上がっていくと思います今後。なのでお楽しみに。